はい、皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はソニーの APS-C カメラに作られている専用に作られている、おすすめの、レンズを紹介していきたいと思います。まあ、ちょっとねこんな感じのレンズもあったりするんですけど、まあ結構やっぱ大きいですね、こういうレンズは。はい、ということでやっていきましょう。もし、僕のチャンネルを初めて見ている方は、おたまです。いつもですね、おすすめのカメラであったりだとかレンズ、旅行に行った先の Vlog とかを YouTube にシェアしていたり、Instagram に写真を投稿したりコンテストに応募したりしているアマチュアになります。今日はですね、ソニーの APS-C カメラを、購入で悩んでいる方であったりだとか、すでにソニーの APS-C のカメラを持っていて、どのレンズを買ったらいいのかわからないっていう方とかに向けての、動画となりますので、興味のある方はぜひ最後までご視聴いただければと思います。今日紹介する、カメラはですね、全部で5つとなります。単焦点レンズ、ズームレンズも含めての、5つのとなっておりまして、最初に、ご紹介するレンズはタムロン 11-20mm の F2.8 のレンズとなっております。こちらですね、フルサイズ換算 16.5 から 35mm の画角となっておりまして、 F2.8 っていう透視のね明るさのレンズとなっております。でこれだけのスペックでありながら 335g っていう非常にね、軽量なレンズとなっております。まあ、こういったねこう軽量でかつスペックの高いっていうところがこう APS-C のねレンズの特徴になっているのかなと思います。でやっぱりねこのレンズはですね、あの 16.5mm っていうこの広角を撮影できるっていうのが僕は一番のメリットじゃないかなと思っているんですけど、このやっぱりねインスタ映えする、まあ画像だったりだとか、面白いね印象的な動画を撮影する場合ってやっぱり広角の場面だったりするんですよね。やっぱりその 16.5mm とかになってくると、まあ、本当にねこう人間の視野では捉えられないようなね画像や映像とかっていうのを作品として作り上げることができるので、やっぱりここすごくいいところだなと思っております。であとね、望遠の方の 35mm、まあ、これでもすごい、まあ、広角の方ではあるんですけど、まあ、35mm はですね、まあ、よく写真だったり動画で標準画角とか呼ばれたりしているんですけど、まあ、50mm とかもよく言われますが、僕の中では動画においては 35mm が標準画角だなと思っていて、まあ、非常にねこうある程度その背景を入れつつその映像にストーリーを出すことができる、まあ、万能な画角だと僕は思っているので、まあ、ここもカバーしているところは、すごくいいなと思っております。そしてですね、2つ目のレンズ紹介していきたいと思います。こちらもタムロン 17-70mmF2.8 同士の、レンズとなっております。こちらは、BC って書いてあるんですけど、まあ手ブレ補正付きのレンズになってます。フルサイズ換算 25.5mm から 105mm っていう、まあ、ものすごいね、まあ、4.1 倍の、焦点距離の、ものになっております。まあ、すごいよね。で、しかもこれ、まあ、ある程度やっぱりね、この画角になってくると、まあ、重さはね、525g っていう風な感じなんで、まあ、比較的スペックに対しては軽量です、なんですけど、まあ、少し重たくはなるよねっていうところがあります。で、やっぱりこう、ソニーの APS-C のカメラって、そんなに手ブレ補正を搭載している種類が、まあ、ないんですよね。例を出すと、ソニーの ZV-E10 と α6500、α6600 っていう、まあ今後レンズな、まあカメラ変わってくるかもしれないんですけど、まあ今のところこの3つぐらいしかないので、まあ、レンズ側に手ブレ補正があるだけでも非常に嬉しいんじゃないかなと思います。特にね、手ブレ補正がついていない α6400 だったり6100をお持ちの方とかに関してはですね。で、このレンズのやっぱり特徴は、ある程度ね、やっぱ軽量コンパクトですし、しかも明るくて、望遠端もかなりいけるので、まあ、105mm っていう画角になってくると、まあね、その圧縮効果っていうものも得られると思うので、広角の写真動画も、印象的ではあるんですけど、105mm のような、圧縮効果っていうものが楽しめる方も、割とね、やっぱりこう、インスタグラムとかでもすごくね、いいねもらえたりする傾向があるので、まあ非常にこのスペックっていうのは万能なのかなと思っております。はい。
お次がですね、3つ目のレンズ紹介しますが、こちらはですね、シグマの 18-50mm F2.8DCDN っていうシリーズで、フルサイズ換算 27-75mm となっております。で、このレンズはね、もうほんと出たばっかりの新しいレンズなんですけど、290g なんですよ、この画角で。先ほどのタムロンの画角と、まあ、望遠がね、30ミリぐらい変わっているだけで、まあ、ほぼね、重さがね、半分、まあ、そうね、半分近くになっているので、ここはやっぱりね、すごいよね。非常にここは優れている点だなと思います。で、やっぱりこの F2.8 っていう明るさっていうのが非常に万能でですね、まあ、映える写真であったりとかも撮りやすいですし、まあ、すごいね、滑らかになってますね。で、これと同じスペックを、ソニーのね、純正で結構で、似たようなの出してるんですけど、それだとね、15万、16万すると思うんですけど、こちらのレンズはね、まあ、まさかのね、7万とか8万とかで買えちゃうんですよね、このレンズ。そこがね、またすごい。安価で買えるっていうところがいいですし、まあ、先ほど紹介したタムロンの 17-70mm のやつとかも、まあ、大体、まあ、10万しないぐらいの金額しちゃったりするんで、まあ、やっぱり値段低い割にスペック高いっていうのは感じますよね。で、やっぱりこれだけ軽くて小さいってなってくると、やっぱこう気軽にね、持ち歩くのには本当に最適なレンズだと思うので、まあ、ぜひね、初めて、もしね、その APS-C のカメラ買うってなった時に、キットレンズをね、買うんじゃなくて、これを買った方がいいと思います。皆さん。まず最初にこれを買うのがいいと思います。初心者の傾向、ちょっと全員じゃないとはもちろん思うんですけど、初心者の傾向として、やっぱりね、最初ズームしたくなるんですよ。いろんな画角で撮ったりしたくなります。だ本当に慣れてきて1年、2年、3年とか経ってくると、まあ単焦点レンズでね、こう自分自らが動いて、まあそのいろんな写真、動画を撮れたりするんですけど、やっぱりね、こう自分が動かずに最初結構ズームで撮っちゃいがちなんで、まあそういうところで言うと非常にね、このレンズは優秀で向いているものになるのかなと思います。でそして次ですね、4つ目のレンズ、シグマの 16mmF1.4DCDN というレンズになります。こちらはですね、フルサイズ換算 24mm、そして 405g という、まあ、比較的軽量なものになっています。でやはりこのレンズのメリットとしては、単焦点レンズでありがちな明るい F 値ですね。F1.4 の明るさでもう背景がすごく綺麗にボケてくれます。で、オートフォーカスの性能も非常に高いですし、まあ動画としても非常に優秀なレンズだなと思います。僕がね、以前 α6600 を持っていた時に、真っ先にね、買った最初のレンズがこちらのシグマの 16mmF1.4 のレンズになっています。まあやっぱりね、こういうね、置きながら撮影をするときに F1.4 のね、やっぱり明るさっていうのはね、やっぱもう背景がボケてすごい綺麗なんですよ。なんでね、一気にこう動画撮影のクオリティとか、まあ、写真撮影のクオリティとかも上げることができるので、まあ、これはね、単焦点レンズで言えばかなり優秀なレンズになってくるかなと思います。ただまあ僕だったら初心者におすすめすると、やっぱりさっきの、シグマのズームレンズ 18-50mm をまずは使ってみるのもいいんじゃないかなとは思います。そして、最後、5つ目のレンズになりますが、健康とキナーの ATX-M23mmF1.4 になります。こちらスペック非常に似ているんですけど、先ほどのシグマの、16mmF1.4 はフルサイズ換算が 24mm になるので、まあ比較的結構広角ですね。まあ自撮りするとちょっと厳しいかなっていうぐらいの画角なんですけど、まあ今回の健康トキナーのシリーズは 35mm っていう画角になるので、まあ一番最初に紹介した標準的な画角なんじゃないかって動画でね、標準的だよみたいな感じで語ってたものに該当しますよね。で、重さは 275g で、まあ比較的軽量になってます。で、絞りリングっていう F 値を調整できるね、リングが、レンズについているのも特徴で、先ほどのね、似たようなスペックのシグマの、レンズの場合だと、その、絞りリングっていうのがないので、まあ、写真撮るってなった時にはちょっと不便だなって感じるんですけど、まあ、この健康トキナーのやつは、比較的 F 値もリアルタイムですぐ変えられるっていうところで、まあ、非常にいいのかなと思います。で、やっぱりね、まあ、これだけ軽くて 35mm で、まあ、万能でってなってきて、しかもね、そんなに値段も高くなかったんだよね、これ確か。確か5万ぐらいで買えた気がするんですよね、場所によっては。なんで、まあ、比較的求めやすくて、スペックが高くて、軽くてっていうところで言うと、まあ、スナップレンズとしてもいいし、こうやって置き型です。
撮る時とかに、まあ、僕今実はこれ35ミリの画角で撮影しているんで、まあそんなに広くない部屋とかでなんか撮影をしたいってなってきたら35ミリの画角はすごくいいのかなと思います。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもね、まあ、こういうカメラやレンズのことについて話している YouTube チャンネルになるので、もしね、この動画良かったと思っていただいた方はね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。でね、まあ、他にもいろんな、おすすめの動画だったり、まあいろんなね、この旅先の Vlog とかも上げてますので、ご興味ある方はそちらもご覧いただければと思います。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。